ポーツグラフィックナンバーポッドキャスト、スポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの和久井健作がお送りをしていきます。今回はナンバー1099号、大谷翔平 MLB 最強打者伝説について担当デスクの田村君と話をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。取り上げる記事はですね、マイナータンボールポ二刀流を諦めた日という記事です。で、一瞬んと思うんですけど、これは大谷翔平選手のことではなく、先ほどスキンズ投手の話の中でも出てきましたけれども、大谷翔平を見た中学生高校生がもう MLB に入団をしていると。で、実際二刀流、大谷ルールができたことによって二刀流 2way プレイヤーズが認められたので、そういった才能を評価されてドラフトで入ってくる選手もいるというのがまずこの記事の前提で、じゃあ二刀流を評価されて、まあ、投手としても打者としても才能を評価しているよと球団に言われて入った選手が今どういう状況になっているのかというのを、ナンバーでもうすっかりおなじみですけどブラッド・レフトンさんが書いた記事ですよね。はい、まあ、メジャーリーグ大谷選手の活躍によってウェイプレイヤーというまあ、ポジションですよね、うん、ピッチャーとかキャッチャーと同じような枠組みでプレープレイヤーという登録ポジションができているわけですけど、あのドラフト会議においても TWP と 2way プレイヤーというカテゴリーでアナウンスされて、そうなんだ、まあ、よく日本のドラフトでも投手とか外野手とかありますけど、うん、あれと同じような並びあの TWP って書かれるんですけど、そうなんだ、なるほど。あのレフトンさんと去年のドラフトの後ですね、お話をしていて、まあ、ジャイアンツが2年連続であの1位指名を、うん、あの 2way プレイヤー指名したという話で、まあ、彼らがあのそのままメジャーリーグ順調に上がってきたら面白いよねなんていう話をしていて、でいざ今年開幕して彼らどうなりましたかという話になったんですけど、はい、まあ、2人とももうやっていないと、1人はピッチャー専念、1人はバッター専念なるほど、それはじゃあ一体なんでそんなことになったんだということで、本人たちに話を聞いてきてくださいという企画ですね。唯一無二の企画ですね、これ。面白い。マニアックですけど。いや、ポッドキャストで田村君の担当者特集を話すと、いつもなんか僕はマニアックな記事が面白いなと思ってしまうんですけど、これはまさにその記事でしたよね。まあ、ただそのタイトルはちょっとネガティブに諦めた日とつけましたけれども、あの本人たちに話を聞いたら、まあ、決してネガティブな何かこう怪我をしたですとか、通用しなかったですとかそういうお話ではなくて、まあ、一人クロフォード選手の場合はピッチャーの方がメキメキ伸びたとか、もう一人エルドリッジ選手の方はバッターとして開花したからバッターとして上のカテゴリーに行くことを決めたとか、まあ、そういうアメリカのマイナーリーグのこうルーキーリーグからシングル A、ダブル A、トリプル A と階段を上っていくという独自のシステムと、うん、二刀流を育成するという、まあ、そのピッチャーとバッターの才能が同じタイミングでじゃあ伸びていくのかといったら、まあ、そういうことではないですから、うん、どっちか一方が伸びてしまったらどっちかその才能でカテゴリーが上がっていくわけですから、うん、まあ、ピッチャーとしてはじゃあマイナーだけどバッターとしてはメジャーリーガーだねなんていうわけにはいかないっていうのがアメリカで二刀流をやることの難しさだなと思いました。なるほど。いや、それアメリカでもそうですし、やっぱ冷静に考えたら日本でもその高校生が今後すっごい優秀な二刀流プレー出てる時にそれを育てるってやっぱめちゃくちゃ難しいですね。やはり、まあ、ただ日本、大谷選手もそうですけれども日本だったからできたことなのかなとこの記事を読んで、うん、そうですね、思いましたね。その大谷選手も1年目、日本ハムでの1年目はバッターとしては開幕からレギュラーでしたけど、ピッチャーとしては2軍で何登板かしてからの1軍デビューでしたから、うん、まあ、そういうことができたのは、まあ、ファイターズの工夫の一つでもありますし、うん、まあ、アメリカだとなかなかね地理的にもメジャーとマイナー遠いですから全然違うところ動いてますもんね。難しいんだろうなとか思いましたし、なるほど。大谷選手の場合やっぱりファイターズでもエンゼルスでも、まあ、入団即野手としてレギュラーになってるっていうのが一つ二刀流をやる成功させる上でのポイントなのかなと思っていて、なるほど。やっぱり野手としてレギュラーポンと開幕戦から慣れてるっていう状況があるからこそピッチャーとしての調整をじっくりさせてもらえるっていうのはあったと思うので、まあ、これが逆だったりするとね、なかなか確かにピッチャーとしての
登板の合間にバッターとして育てようって結構難しいと思うんですけど、確かに計算されてる先発ローテーションピッチャーだったりしたら、はいはいはい、そうですね、やっぱり大谷選手は特殊な例だなと思いますし、入団即スタメンに慣れてしまう打力っていうのが二刀流を支えてきた要因なのかもしれないなとこれを読むと思いましたね。なんかこの記事の中でそのクロフォード選手のコメントで、まあ、球団とももちろん相談をして、で自分は二刀流ができると自信を持ってましたけど、やっぱ一番大事な目標は早くメジャーに昇格すること、でこれ多分アンドリッチ選手も同じだと思うんですけど、いやまずはメジャーに上がる、うん、その上でもし可能性があればみたいなことなのかもしれないですね、うん、あのアメリカで大谷選手以外の二刀流が実現するとしたら、そうですね、野手としてこう立場を確立した選手がピッチャーもやってみるとか、うん、まあ、阪神の新庄選手が当時野村さんにピッチャーもなるほど、まあ、あの形が多分理想なんでしょうね、その野手として立場のある人がピッチャーをやるっていう流れだったら、もしかしたらメジャーでも二刀流ができるのかもしれないですけれども、まさかここで新庄さんの名前が出てなるほど、確かにね、まあ、なかなか両方同じタイミングでステップアップしてっていうのは結構ね、タイミング的にも難しいですし、どっちか一方だけでね成功させるのだって難しいわけですからね、そういうことですよね、だから、まあ、今後ね、この今回取材をした2人の選手も状況変わってきて、まあ、今封印している二刀流をどこかで解禁をするのかもしれませんけど、まあ、それを考えるとなんかやっぱり大谷翔平のなんか凄まじさみたいなものとか余計なんか浮かび上がってきますよね。そうですね、やはりは、まあ、そもそも二刀流誰もやろうとしなかっただけだろうというような見方から、うん、やってみたけどできなかったにこうフェーズが変わってきたような感じが、なるほど、アメリカの野球界の中、ね、うん、バッティングのいいピッチャーは昔からいましたけれども、まあ、彼らが二刀流できたんじゃないかなんて声も、うん、大谷選手のメジャーデビュー当初はありましたけれども、まあ、実際そんなに簡単なことじゃないというのがまた分かってきたというのが今ですね、うん、まあ、だからある意味その簡単なことじゃない、難しいよっていうのはそんなに簡単に覆せるものじゃないとは思うんですよね、そのマイナーとメジャーの違いみたいなものも含めて、それをやっぱりブレイクスルーする選手が出てくると面白いですね。そうですね、ぴったりこう成長がピッチャーもバッターも同じように伸びていく選手が現れたりするのかもしれないですし、うん、いやなんかそういう意味ではなんかルールを変え潮目を変えた大谷翔平に続くものが現れるのかっていうのは非常に面白いところですね、うん、なんかね、まあ、やっぱりアメリカでも、まあ、大学生ぐらいまでは二刀流でやる選手も多いみたいなので、まあ、今年の来月のドラフトもフロリダ大学の選手が一巡目指名されるんじゃないかと言われてますけれども、この記事でも紹介されているジャック・カグリオーン選手、そうですね、やっぱり大谷選手の影響もあるでしょうけれども、今後も二刀流挑戦する選手というのはどんどん出てくるんじゃないかなと思いますけれども、確かにな、で、まあ、それいわゆる少年野球とか小さい頃にエースで4番だった選手にとってのなんかそれを代表するコメントだと思うんですけど、ルドリッチ選手が翔平大谷は僕にとって野球界のメシアなんですって言ってて、救世主、なんかやっぱアメリカって多分僕らが思ってる以上にキリスト教の国だから、そのキリスト教の国の中で生まれ育った選手からメシアっていう言葉が出てくるのは結構強烈だなと思いましたね、なんか視界を開いてくれたというか、そういう感じがあるんでしょうね、本人にとっては。すごいよね、ジャッジ選手やハーパー選手じゃなく大谷選手に憧れるんだなというのも結構面白いなと思いました。面白いですよね、なんかこういう特集の中で思わぬ方向からなんか大谷翔平という才能をまあ照射するというか、その凄さをなんか理解させてくれる記事っていうのは僕は非常に面白いなと思ったので、この記事とても面白く読みました。この2人の選手の現状だったりだとか今まで のプロセスについてブラッド・レフトンさんがかなり詳細に書いてくれていて、2人も結構真摯に取材に応じてくれてる印象ですよね。そうですね、うん、これはやはりレフトンさんの取材の力もありますし、大谷選手のおかげでもしかしたら日本メディア話したくなるような状況になってるのかもしれないですね、うん、ちょっとこの2人に雑誌を送ってあげたくなりましたね。あ、もちろん送ってます、はい、ね、いやすごい、なんか今この2人の、ね、名前もちょっと覚えておきたくなるなとも思いました。今ポッドキャストで紹介した記事だけじゃなく、さまざまな記事があって、バリー・ボンズというアメリカの、ね、野球史を代表するバッターに日米野球で
ホームランを打たれた男たちの証言録の記事とかも相当読み応えがあって面白かったですし、やっぱり日米野球をこんなに真剣に振り返ることがあんまり多分今までなかったんでしょうね。そうですね。しかもその、ご本人たちもあんまり初めて聞かれたぐらいのリアクションだったそうですけど、しかもその人選が今中慎二、若田部健一、井川圭という90年代から2000年代にかけての野球ファンにとってはなんか、おお渋くていいねというところなので、非常にこれ面白い記事ですし、強打者とは何かっていうのを考える上で必読の特集になってますので、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。田村君どうもありがとうございました。ありがとうございました。